決定です。コナミアーケードチャンピオンシップベースボールコレクション選抜戦、阪神タイガース板垣白虎選手、セ・リーグ準決勝進出。セ・リーグ1回戦第2試合、阪神タイガース奏高25選手対読売ジャイアンツキンチョル選手。阪神タイガース、まずはタイガースの先発西、マウンドに上がりました。どう立ち向かっていくのか注目です。高めのボール、これはどうだ、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている吉川。西、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース打ちました。バッターボックスは3番坂本、ツーアウトになっています。三振になります。3アウト、チェンジ。この回ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の菅野。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。しかも打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている上本。菅野、まずは先頭バッターを三振に仕留めて打ちました。センターに上がった。バッターボックス糸井、ツーアウトになっています。このボールはアクセントフォアボール。ツーアウトから先制のランナーを出していく。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。ランナーです。2回の表ジャイアンツの攻撃、バッターは4番岡本。タイガース得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。打ちました。痛烈な打球、右中間に強い打球。さあどうだ、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。先頭バッターを出してしまい、さあタイガース先制のピンチです。このピンチ見逃して三振を奪いました。まず1つ、さあ次は何を投げてくるか。バッター弾き返した打球はライトへ。ライトライナー掴んでこれで2アウトです。さあそしてバッターボックスには松原が入ります。さあ2アウトにはなりましたが得点圏にはランナーが残っています。打ちました。糸原一塁送球、一塁アウト、3アウトです。先制のチャンス。2回の裏にタイガースの攻撃、バッターボックスには5番福留。タイガース0対0で迎える2回の攻撃です。さあどう攻めてくるか。打ちました、流しました。弾き返した打球はレフトへ。打順は6番鳥谷、まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー菅野、そしてキャッチャーは阿部。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。2球目打ちました。ここは打ち上げています。この回さあ次は何を投げてくるか。インサイド、高い打球センターへ。次はピッチャーの打順ですが、先発の菅野がバッターボックスです。三振です。打順は1番に帰ります。バッター梶谷、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。ここはフライになっています。この回ジャイアンツ2球目打ちました。この打球はフライになっています。打順が回って先発の西が打席に入ります。変化球空振り、ツーアウトになっています。打順はトップに帰って近本、ツーアウトランナーありません。打ちました吉川、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。4回の表に入っています。ジャイアンツの攻撃、2番バッター吉川、先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。タイガース得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。打ちました、いい打球だ。レフトに大きな打球、レフト下がっていく、下がっていく。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー。さあ今度打席には坂本が入っています。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。内のボール打った。この打球
はフライになっています。レフトフライ抑えてアウト、ワンアウトランナー2塁になっています。さあそしてバッターボックスには岡本が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、まだピンチは出していません。ふわふわっと上がった、ここは打ち上げています。抑えてツーアウト、ツーアウトランナー2塁となりました。さあそして打席には丸が入っています。さあツーアウトながらピンチは続きます。インサイド打った、高いバウンドになった、ショート取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウト、先制のタイガース2回裏の攻撃になります。バッターボックスは2番上本、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。タイガース得点に動きはありません。三遊間抜ける、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー、バッターボックス糸井、前の打席ではファウルを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。ボテボテ、ファーストが前に出る、送球する、アウト、ワンアウト、これは進塁になりました。ワンアウトランナー二塁になりました。うちのボール打った、これは大きな打球、飛距離はありますが守備範囲内か、取った、セカンドランナータッチアップ、ツーアウトランナー三塁となりました。そしてバッターボックスには福留が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。空振り三振、タイムリーとはいきません。ジャイアンツの攻撃は6番ファースト流しました、これはどうか、アウト、ワンアウトです。バッターボックス松原、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがショートゴロに倒れています。西、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはタイガースが西、打ちました、セカンドが取る、一塁アウト、スリーアウトです。この回ジャイアンツ、さあどう攻めてくるか、バッター取りました、一塁そのまま入ってアウト、バッターは7番梅野、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。インサイド打ちました、これはどうだ、バッターボックスは8番糸原、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。変化球空振り、3アウト、チェンジ、先発の菅野がバッターボックスに入ります。さあ次は何を投げてくるか、変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。インコース詰まりました、ここは打ち上げています。バッターボックス吉川、吉川高め打ちました、これはどうか、ショートの横抜けた、ツーアウトランナー一塁、バッターは3番坂本、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあどう攻めてくるか、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗、この回ジャイアン先発の西がバッターボックスです。見逃し三振、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター近本、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。菅野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打順は2番上本、先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトになっています。インサイド打ちました、右中間に大きな打球、この当たりはどうか、右中間破っていきました、バッターランナーは二塁到達、ツーアウトのランナー出ました、タイガースです。ここは勝負を避けました、この敬遠でランナー一塁二塁となっています。さあそして打席には大山が入っています。さあチャンスが続きます、空振り三振、前にボールを飛ばせます、インサイド打ち上げました、高い打球左中間へ、バッターボックスは4番岡本、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。西、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース打ちました、バッターは5番丸、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。
アウトコース打ちました。この回高めのボール打ちました。詰まりながらも左中間へ。バッターボックスには6番堀谷、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトからランナー、さあバッターボックスには梅野が入ります。さあ一打先制のチャンス。インサイド打った一塁送球、一塁アウト。しかしこれは二塁打になりました。さあそしてこのチャンスで打席には8番、ここは勝負を避けました。この経打席に入ります。さあ一打先制という場面を迎えています。レフトへ、これは上がりすぎ、ここはフライになっています。掴んでスリーアウト、先制。ゲームは8回に入ります。ジャイアンツの攻撃、6番バッター亀井、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。タイガース得点に動きはありません。0対0で8回を迎えています。打ち上げてしまった。上本が抑えています。ワンアウト。打席には7番バッター松原、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。西、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。8番バッター阿部、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。外れてフォアボール。ツーアウトから先制のランナーを出していきます。何を投げてくるか。三振を取りました。スリーアウト、チェンジ。1回の裏に入りました。タイガース打順よく1番から始まります。バッターは近本。今日はまだ当たりがありません。タイガース得点に動きは空振り三振。ワンアウトです。バッターボックスには2番上本、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。菅、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。はい、バッターボックスには代打の矢野。変化球空振り、ツーアウトになりました。打順は3番糸井、今日は2つのフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。外れてフォアボール。ツーアウトから先制のランナーを出していきます。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたが、どう攻めてくるか。打ちました。西、アウト。ワンアウト。バッターは2番吉川。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。低め決まった。ノーボール2ストライク。ボールになります。インサイド落ちました。高く上がった。これはどうか。センターオーバー。打ったバッターセカンド待って三塁に向かう。バッターランナーは三塁まで進みました。ワンアウトランナー。さあ追いついた時には坂本が入っています。さあ得点圏には先制のランナー。ここは勝負を避けました。さあこのバッターボックスには岡本が入ります。さあなおもピンチの場面。このピンチ空振り三振に仕留めました。ツーアウトになっています。
は代打を送ります。バッターボックスには代打の木浪。外のボール打った、落ちた、ヒットになる。右中間へのヒット、ベンチの期待に応えます。さあ、ツーアウトでサヨナラのランナーが一塁に向かいます。バッターボックスには堀谷。さあ、ここでタイガース代走を送ります。帰ればサヨナラ、江越がファーストランナーに入ります。ランナー一塁と変わります。バッターボックスは8番伊藤。前の打席ではアウトを選んでいます。ツーアウトになっています。ジャイアンツ、ここでピッチャーが変わります。一塁にサヨナラランナーを置いた場面でマウンドに上がったのは戸郷。さあ、マウンドに上がったのは戸郷。バッターボックスには代打の佐藤。阪神タイガース、奏でたか25選手、セ・リーグ準決勝進出。コナミ